はい、本日ですけれども、カップおしるこを買いました。このカップおしるこ、お餅が入ってるのですが、ちょっとしょぼいお餅です。そこで今回、本物のお餅を中に入れたいと思います。早速、中に入れるお餅を焼いていきます。はい、お餅を焼いています。ふっくらといい感じになってきました。このお餅を中に入れてお湯を注ぎます。お湯を入れたらしばらく放置、味を染み込ませて出来上がり。いい感じに仕上がってますね。焦げの香りがとてもいいです。本物の餅は入れるべきですね。それではバイバーイ。